ねえねえ君、そこのギャンカは調子いい。ナンパじゃないよ、ナンパでナンパじゃないよ。くふふ、はい、行かないで行かないで、ごめんなさい。はい、本当に申し訳ないと思っています。反省文も書きます。って、おい、今暇？ワンちゃん、お姉さんとお茶でもしようよ。ダメ？なんで？この後、織田信長の城を燃やしに行く。マジか、それが下克上ってことね。じゃあこの気持ちを伝えるために歌うね。今夜もぶち上げこのパーティー、いつでもかませてベースライン。パーティーの途中ですが、ここで臨時ニュースをお伝えします。今日昼頃、割と気目女性にナンパをした上、路上で爆睡をしたとして、道の上で寝たり女の子に声をかけたりしたらいけないんだよ罪の容疑で、自称有料物件平田七海容疑者が逮捕されました。容疑者は、よかったのは認めるけど、私だって可愛い女の子とおしゃべりしたい、したい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 、やだ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 、ジタバタ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 などと供述しており、容疑を認めているということです。ニュースをお伝えしました。ひどい目にあった。反省文もたくさん書かされたし、女の子からパンチもされた。もう一回。